皆さんご機嫌いかがでしょうか。h i r o のウィークリーゴールデーようこそ。2021年10月6日。今回は貴金属スペシャリスト池水裕一さんと一緒にお届けします。池水さん、どうも。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今あのマーケット結構大荒れなんですけど、うん、その荒れている要因の一つにちょっと止まらないエネルギー価格というのがありそうですね。そうですね。あの株とエネルギーが。うん 大きく動いててちょっと貴金属は蚊帳 <laughs> の外って感じですけどね。はい、ボラティリティがが、ね、ないんですけど、うんまあ、まずちょっと価格チェックしておきましょうか。はい 1>,、はいえー、1週間での比較で出ているんですけれども、まあ、あまり大きな動きがないということです。チャートをご覧いただきましょう。うん、強いっていう相場ではないんですよね、決してね。そうですねはい ちょっと動けないって感じですよね今ね。まあゴールドなんかやっぱりその金利がの上がってるドルが強いっていうことで、はい、頭をこう抑えられてるようなそういうイメージですね。はい。 ということで、まあ動きに乏しい貴金属なんですが、今日のテーマは貴金属よりもむしろエネルギーにフォーカスです。そうなんです。<laughs> もう貴金属今寝たきり。れ <laughs> <laughs> ということで今日はちょっとね、あのエネルギーの方にちょっと寄った内容の話をしようかなと思います。 はい、まあエネルギーが上がるということはすなわちこうインフレにつながるという話でもあるので、めぐ、うん、りめぐってゴールドにも関係ある話っていうことですもんね。そうですね。最終的にははい。はい、今日もよろしくお願いいたします。お願いします。この番組は豊かで均等し豊かトラスティ証券の提供でお届けします。では早速伺っていきましょう。さあインフレは一時的まあ過渡的かどうかということが結構議論され始めているんですが。うん そうですね、はいまあ、ここまでずっとね、FRB、えー、パウエル議長をはじめとして、FRB の理事たちは、みんなこうインフレ率が上がってきてると、でも、えー、インフレーションはトランジトリーだという、英語でトランジトリーという言葉を使ってるんですが、はい、これは日本語に直すと、過渡的とかですね、うん、一時的なという意味なんですね。 この一時的なも、一時的がですね、もうずいぶん長いやつです、<laughs> 一体このトランジトリーのトラン、トランジトの期間っていうのは一体どれぐらいなんだっていうのはね、僕最近、うん、どこまで一時的っていうんだよって、これね、いつまでも一時的だったら、それはいつかは下がるだろうっていう、そういう感じで思うんですけどね、はい、でも今出てる数字がね、現,その現状認識で見てみると、はい、例えばこの消費者物価指数ですね。はい。 5.3%ですよね、あの前年比、イヤリーでいうと。これって今、2008年、だから、えー、リーマンショックの時ですね、うん、以来の13年ぶりのすごい高い水準になるんですね。はい、このチャート見ていただけると、前回のこのレベル、5.3%を超えるレベルっていうのは、これ、ちょうどこの、リーマンの時ですね、はい。まあそれからがーんと一応下がってますけどね。 CPI、消費者物価指数はもう前年同月で 5. 何っていうのは、3か月連続で続いている状態。そまあ、当然、前年ね、2020年が弱かったっていうことは、もちろんオリコンで考えなきゃだめですけれども、それでも FRB が目標としている2%っていうレベルから倍以上の。 あのインフレ率になってるわけですね、はい、CPI はいはいこれいつ下がるんですかっていう、うん、これトランジトリっていうのがね <laughs>、はい、僕はずっと思ってるんですけどねそうだとしたら下がってくるはずなんですが、うんえー、これは消費者の、えー、ものを購入するときの価格にも影響を及ぼしているということですからちょっと見てみましょうか今度は PC デフレンザーですね、はい PC、まあ似たようなもんですけどね、はい、えっとこの PC 消費者 あえー、個人消費支出の下で増えた数字ですが、これも4.3%っていう、これも、まあ、このチャート見れば分かると思いますけれども、多分これ、取り始めて、よっとしたら最大の数字かもしれませんねあん。あんまり古い数字は取れなかったんですけれども、はい、でも本当にこれだけ、要は物価が上がってきてるるていうことですよね。はい さあ、これがなぜこのようなことになっているのか、要因いろいろあるんですが、その最大というか、一番大きいと思われるのが、ここですね。はい。はい、そう、これ、原油価格 WTI の記事化、Nimex の記事化ですけど、えー、っと今、目の前で70、 うん、そうとかつけてますねですからもう80ドルもう一歩手前っていうところまで上昇してきてるわけですけど、うん、まあエネルギー価格その代表である原油価格がこれだけ上がってるっていうことでやっぱり大きな影響がありますよね。 そのまあ、これ、もう少し後から見ていきますけれども、このまあ今日はメタルよりもエネルギーの話は大きいんですが、要は経,その経済に影響を与えるという意味では、ですねやっぱりこれ、非常に重要だなとどう、この動き、どう見てもトランジトリーには見えないんですけどね。はい で、えー、ちょっと見ていきましょうか。これが、はい、え一時的ではない可能性ということで、何が起きているのかということを少し紐解いていただきます。はい、まず最初にこちらです。この原油それから、はい、まあ LNG や天然ガスがですね、今こうやって上がってる最大の要因はどうどうしたかっていうと、この世界中が今 思いっきり舵を取ってる脱炭素化っていう動きがありますね。はい、要は化石燃料。まあ油なりガスなりのを掘ることがもう今悪となっているわけで、<laughs> はい、あの金融機関もですね。そういった、えー、原油。 油田とかですね、ガス田に対しての探索に対しては、もうお金貸さないとかね、こう,、ね、ういった動きにもなってますよね。うん、ですから、どんどんこの探索が中止されてまいて、要は新たな、その、供給が増えるような状況にはなってないということで、はあえー、この生産量がですね、今急速に減少している。この下のチャ,チャードミーれは、これもう過去2000、えー、2000年からの と、ところはオイルフィールドプロダクション。まあ、石油油田開発、油田開発の、あの、油田からの、その、えー、生産量ですけど、これ見たら分かるように、こうずーっとこう減ってきているってことですね。これは世界のですかね。アメリカ、そうですね。いや、世界ですね。<ー>コンベンショナルオイルフィールド。まあ、既存のオイル、これまでの形のオイルフィールドですね。うん、だから。はあ これだけもうどんどん減ってきててで、はいえー、このミストの予想によると2030年,20年までの間にですね、えー、生産量が現在の半分になる可能性があるって言ってるんですね。<へー> <laughs> 本当に早くないですかあと9年ぐらいで。そうあっという間ですよね。はい、それぐらい急速にその要は再生可能エネルギーっていう方うに、えー、世界は動いている。 ばだけですけど、それの分じゃあ再生可能エネルギーでカバーできんのかっていうところがやっぱり問題になってきますよね。はい、あの需要側のその自動車のまあ、ガソリンディーゼルを使う自動車の中でですね、それを使わない、えー、電気自動車 EV がのまあ今後10年の シェアの拡大の予想はすっごくオブテミスティックに見ても20パーセントって言われてるんですね。この紺色のやつが E.V. のシェアの予想ですか？そうですね、えー。こんなもんなの？こんなもんなんです。こんなもんでしょうやっぱりさすがに。<laughs> で。 こう、二十パーセントいけば、非常に、なんていうのかな、あの、良い、良いというか。これでも楽観的に、楽観的な見方なんですね<ー>っていうのは、今、あの、電池の材料が随分不足してて、<ー>えー、多分、その二十パーセントを達成するために、の、その電池が、もう、多分、えー、間に合わないんじゃない,かいうような。まあ、不足してるってことですね。そうですね。だから、そういった意味では。 その原油なり、えー、化石エネルギーが50%減ったとして自動車に使う分の20%分は EV でカバーできるとしてもそんなの全然ビビタなものですからうまあそういった意味ではこれ原油天然ガスそういった化石燃料の価格ってこれからどん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 ん上がっていくというふうに考えられますよね。はい、これ増え,増えないですからね原油ガスだってもうもはや 生産減らして,てる<う>設備投資減らしてるんですもんね、ううね融資できないみたいなことになっちゃってるわけですからね、うん、ルール上。はいはい、そして、えー、本当にね、もうもっと短い期間での恐怖としては、この冬乗り越えられるみたいな話にもなっちゃってます,よね,そうですね。特にヨーロッパでこの,、はい、あの天然ガス、ヨーロッパのエネルギーのメインは天然ガスですけれども、まあ、ロシアとの関係とかあったりします。 けどその天然ガスの生産がですねヨーロッパのそのいわゆる環境ロビー室ですね、まあ、彼らはもちろんその自分たちの良心に従って化石燃料なんか絶対ダメだっていうふうに言って、それで天然ガスの生産自体をですねこうストップさせるようなそのロビー、動きをしているわけですね、政治家に対しての働きかけ。で、その結果、まあ LNG の価格が今、暴騰してて。はい 1>, えっと1年前の6倍とかなってるって話ですよね。天然ガスがそうです、去年1.5ドルぐらいだったんですけど、今、6ドル40ぐらいまで。そうですね、ヘンリーハブが6.4とかなってるから、うん、それぐらい上昇してるっていう状況。で、これ、欧州は今年はね、そういった意味じゃあの、エネルギー価格も相当上がって、エネルギーの供給自体、天然ガスの供給自体が減ったためにですね、 この冬、<う>大きなエネルギー危機に直面するんじゃないかって言われてますよね。まあ、中国もね、なんか石炭がどうとか言って。うん、天然ガスにシフトして、天然ガスちょっと奪い合いになってるみたいですね。日本もその中に含まれてますよね。ちょっと今もう何年か前ね。<あ>だから、そういった意味で、やっぱりこういう。その。本当ならば、再生可能エネルギーにこう。 シフトしてていってでも再生可能エネルギーってやっぱり安定してないんですよね太陽光にしても風力にしてもやっぱり自然のものだからあの発電できない時もあるだろうし、まあ、夜とかは全く太陽光無理だしそういった時にピークの時の発電足りない分をカバーするためにやっぱり LNG とかを使うというのが理想的なんですけれども、はい、そのピーク時発電 をするためめののものが今認められてないな、ね、<お> <laughs> 天然ガスの上流投資ですね。もう半減してるらしいんですよね。うん、そうここの投資も減っちゃってるわけで、ね、<う><ー>だからもうね、原因もそう。天然ガスが上がってね、めちゃくちゃ上がってるし、これからもこれ上がっていくでしょう。っていうことを考えると、やっぱりこれ、い そうですねそもそもこちらへの設備投資額が減ってきているそして脱炭素という国際的なルールがいろいろできちゃってそこへ融資ができないっていうもうちょっと生産を増やせないんですね急にね。ということでこれから考えられることはこの先ほど EV の話出ました20%まで増える30年まで、うん、これは楽観的な見通しだというふうな話がありましたが。うん もっと遅くななるかなそうですね、もうそうだし、あとはこの EV の価格がね、うん、今でも、まあ、今あ、ガソリン車、ディーゼル車に比べて、まあ、多分ん1.5倍とか2倍に、まあ、2倍とはいかないぐらいの価格ですよね。で、それがですね、多分今後も続くというか、もっと上がっていく可能性が高くなっていく。まあ、メーカーカはもちろん コストダウンの努力をしているし、んですけれども、最大の懸念要因はやっぱり素材、特に電池のに用いる素材の価格の高騰によってですね、えー、実質的に EV の値段をガソリン車とか、えー、ディーゼル車と同じぐらいのレベルにするのは非常に難しいと言われてますね。まあそれプラス EV ににするることによる 必要なその付帯施設、まあ充電のステーションとか、そういうことのコストとかをいろいろ考えると、これ、まあ、明らかにこれもまた、要は自動車っていう部分のインフレ、うんえー、の要因になりますよねうん。なるほど。車体価格そのものも上がるということと、うん、インフラの設備投資というそのものも上がっていくっていうことで。 だから自動車を持つ、もし本当にあの世の中の自動車がほとんど EV になったら自動車を持つということ自体がもう本当にリッチな人しかできないようなそんなことになっていくんじゃないかなとそして、まあ、そもそもは、えー、再生可能エネルギーへシフトしようという、ねまあ、カーボンニュートラルというのを世界が、まあ、思い切りかじを切ってエンジンを吹かせてしまっているというところに問題があると思うんですが。うん そうですね。あの、まあ。 極端すすぎるんですよねやっぱりもっとゆっくりとあのなんだろうバランス取りながら進むべきだと思うんですが、はい、こう2030年とか2050年とか、ね、そういったもう,そう,そう目標をこうバーンと打ち出して日本もそうですけどみんなこうすごいこう意欲的な目標を打ち出してとにかくそこになんとかっていうふうなことあそこまで接してあんのかなと思いますけどね。はいまあ、再生エネルギーは要は要太陽光にしても風にししててもそもそも風そ もそのものもはただだからすごく理想的に聞こえるんですけれどもただそのただのものからエネルギーとして電気を取り出すでその取り出した電気を今度は電気ですからその送電・配電それから貯蔵これ英語でトランスミッションディストリビューション T&D っていうんですけどちゃんとこういうインフラも整えなきゃダメな それにかかるコストが、はい、バカにならない要は要は新しいものですからね、はい、新しいものですからねだからそういった全てのトータルのコストを考えると再生可能エネルギーってやっぱりすごく高いものなんですね、はい、あのこの2つ目のパラグラムに書いてますけどその要は火力発電 とかは、はい、もうでっかい発電所をバーンと立ててですね、はい、そこで、えー、大きな電力をこう発電してもらと、そう、う大規模なことができると。ですけど、でもた、例えば太陽光、風力にしてもですね、その規模はもう全然ちっちゃいものになりますよね。で、その同じ量の電力を賄おうとすると、それをたくさん作る。じゃあ、その 小規模の電力所の周りにやっぱり送電と配電それから貯蔵っていう施設も,もういちいち全部作んなきゃダメとうこうなってくるとやっぱりこのなんだろう規模の経済が働かないっていうところでやっぱりこの再生可能エネルギーって今の,あの既存の火力発電所に比べると相当高いエネルギーになる。 太陽光とかが生み出す電力ってやっぱりその敷地面積に対してはそんなに大きくないですもんね。そうですねだから、うん、本当にその結局電気代は高くなって、はい、それが、えー、負担するのはやっぱり消費者になってきますから。消費者 そういった意味じゃ、これもまたイン,フレインフレ要因の一つですよね。まあ、太陽光なんて僕は、まあ、僕は甘えらそうなこと言,う言える立場でもないんだけど、まあ、僕なんか、その自分の家の屋根につけ,つけたいなと思いますよ。小泉さんが言ってたように。あれ全部国の力でつけてくれれば嬉しいんだけどで。その自分の家で作った太陽光を自分のところで消費する。あとは電柱買ってそこに貯めておいてみたいなね。 それぐらいの規模でやるのが本当は一番いいんじゃないかなと。それの電源をそっちにっていうのがまた別の話う、うん、だからね難しい話だと思いますけれどもまあそう太陽光の太再生可能エネルギーっていうのは高いですよっていうそうですねだから全てのエネルギーを化石燃料からこちらにシフトしようともしするならばいろんなコストが上がるということなんですよね。 これが次のスライドですですすのの価値が上が上っていく、はいく、はい、そういうことですこと一つの例として鉄鋼、はい鉄、鉄鋼、ゼロカーボン鉄鋼なんていうのが最近出てきてるんですね。<ー>要は全くカーボンを出さない工程で作った鉄。いうん、でということは要はあの原あの、そうですね、原油とか天然ガスとかそういったものを使わずに、 えー、作ったエネルギーで鉄を,、うん、を作るとでもこれやるともうその鉄鋼の価格はもう簡単に倍になるっていう, <laughs> う倍ですか倍ですいや要は鉄にしてもアルミにしてもすごい電力を使うわけですよねそのエネルギーを使う作るときにそのエネルギー代が倍になると要はもうその代が倍になる でも例えば鉄とか銅とかアルミとかのその素材価格が倍になってしまうとこれって今の、えー、世界のもう要は屋台骨じゃないですか、うん、家建てたりビル建ったり自動車造ったり何でも要は鉄なしじゃできないんですよね全てを木造にするわけにはいまさらいかない、はい、そういうことを考えるとそ その鉄の価格がゼロカーボンすることによってすごく高くなる、これはやっぱり、これもインフレだよなと <laughs> いうことになるでしょうね。そうですね、カーボンニュートラルに世界中がこだわってしまうと、こういうことが起こるということですね。そう,そうです、だその歪みが今出てきてるんだと思いますと、一番端的なのは、でも端的なのはやっぱりエネルギー価格ですよね。はい だって太陽光風力使うんだから原油の側を下がって下がるんじゃないのって普通の人は思うわけですけど逆にそれのためによって上がってきてるっていうのがう、ね、う端的なレートですねはいで結論ですじゃあ金は何か関係あるのって <laughs> <laughs> 最後の最後にですね、はいまあ、要は 僕は思うにやっぱり FRB が言ってるインフレはトランジトリーだというね、もう年末には2%に戻るよっていうのは、それはちょっとありえないんじゃないかなと思うんすもうちょっと怪しくなってきましたね。はい。で、やっぱり特にエネルギー価格によるその,あのコストアップ、いわゆるプッシュ インフレですね、プッシュアップインフレ、うん、っていうことになると、まだまだこれインフレ続く、本当のインフレが続くという可能性が僕はすごく高いんじゃないのかなと思いますね。ということはですよ、インフレ、はい、要はインフレっていうのは何かというと、物の価格があって、通貨の価格が下がるっていうことですから、はい、それのヘッジのために、じゃあ、まあ、あのね、大橋浩子さんみたいんです、原油のコントラクト買ってもいいんですけど。<laughs> 原油ロング、<laughs> そう。 いやそれで分かりやすくてすごくいいんですけど、<laughs> まあでも普通の個人投資家にはちょっとね、あの、あの、敷居が高いかなと思う,いう、まあ個人の普通の人にとってはやっぱり、そのインフレヘッジにはやっぱりゴールドでしょうっていうのがね、まあそう本当にね、ゴールドだったら現物で持ってってもいいですしね。そうなんですよ。本当にね。まあ原因はね、やっぱり先物コントラクト<あ> CFD とかになっちゃいますから、うん、ちょっととっつき、まあ、 ある意味、セミプロみたいな投資家にはいいかもしれませんけれども、ゴールドだったら本当、純金、住民とかでも何でもね、現物買ってもいいし、それを買って持っときゃいいだけの話ですから、そういった意味で、ですねインフレが来る可能性高いですよと、だからちょっとゴールド持っときましょううっていうのがそうですね、<laughs> インフレヘッジという意味で、ものの代表として、個人が持ちやすいのはやっぱりゴールドかなということですよね。 だって中央銀行でさえ原油じゃなくて金持ってるわけですから、ね。そういうことです。<laughs> そうですよね。原油持つのは大変です。大変ですから、ね。原油の現物は持てないです。ガソリンスタンドでもない限りはね。はい。はい ということで、えー、ゴールド今値、ね、動きないですけれども何かきっかけがあるとまあ動き出すんじゃないかなと、うん、レンジが長いだけにそのように感じていますではここからはテクニカルで、えー、チャートで見ておきましょうまずは国内の 金価格を見る上では為替動向大事なんですがインフレになってくると本来ならあんまり円安になるのは良くないんですがちょっとこう円安ドル高気味になってきています、えー、ケムさんちょっとドル高円安になると素材価格が上がっているのに日本がこう輸入するときにはちょっとね インフレになりそうですよね。うん、余計にね、ますますあの円建ての価格上昇要因ですからね。はい。消費者にとっては厳しいですよね。はい。 まあ、ゴールドとか物にとっては上昇要因ですので、取引する方にとっては、まあ、材料にはなるということです。そして、大阪金先物の,の突き足は、本当にこの三角フラッグの中で動いているという状況ですので、ほとんど値動きない。この10月にこの三角フラッグを下抜けるためには、この6150円ぐらいのところを、こう、ズコンと下に抜けないと、まあ、 こうを下には抜けないので、まあ、ここあたりが1つの目安かなとは思っています。で、これも本当にそのトレードをするしかないなという感じなんですが、アクティブにトレードしたいという方は、ちょっとこう、例えば右側に時間軸を1時間足にしたチャートをご用意しているんですが、えー、ストキャスティックスなんかを使ってトレードするというやり方もあります。ストキャスティックス、えー、このパラメータをですね、2633。 パーセント KD なんですが、二十六と三三に、えー、設定していただいて、二十六だと結構。 こ,うこの値動きを先行してえ動くというそういうところがあるのでえ私なんかはストキャスティックスは s 2 6にパラメータ変更してえトレードの一つのまあポイントとしてえ使うことがありますえこのようなところでまあ買ったり売ったりしながらえまあそうですね現物なんかはもう安いところでは買うというようなのが 6150円ぐらいまでもしね下抜けてあったら買、えー、ってもいいんじゃないかなというふうには思っていますこれはまああくまで参考にしていただければということですのでえー、投資における最終判断皆さんご自身で行っていただきたいんですが、えー、プロの投資家先物市場のコメックスの投機家のポジションはどのようになっているでしょうか 今ちょっとね、減り気味ですよね。FMC、うん、FOMC 以来、えーと、コメックスのポジションをだいぶファンドが減らしました。うん、で、またちょっと今上がってきてる。まあでもお、狭い範囲での動き、あんまり大きなポジション取らないしっていうような感じですね。うん、みんな、あの、貴金属じゃなくて、原油の方に行ってるかもしれないですね。まあそうですね。天然ガス先物とかねもう。エネルギー買いですよ。 <laughs> <laughs> はい。まあ、あのエネルギーがまあしばらくこうね、投機的になってこう、投機玉がまた吐けるような時には、今度はね、こっち、貴金属に資金が回ってくるかもしれないということで、その辺はちょっとウォッチしていただければと思います。はい、この番組は豊かで均等し、豊かトラスティー証券の提供でお届けしました。イケメ 今日も貴重なお話、今日はね、エネルギーが主でしたけれども、<laughs> まあ、インフレっていうのはね、エネルギーも金も一緒ですから、はい、物というと。金につながる話をしい,いただきましたどうもありがとうございました。はい、皆さん、チャンネル登録と動画へのいいね、よろしくお願いします。ご覧いただきありがとうございました。どうもありがとうございました。